中世時代に描かれたラティーヌスと妻、アマータラティーヌスは、ラテン人の起源神話に登場する神で、ローマ神話やローマ建国神話に登場する、ラテン人の王。ヘイシオドスが書き残したギリシア神話についての伝承である、神闘記においても神々の一人として登場する。神闘記では、オデュッセウスとキルケの子として登場する。ラテン人の起源神話では、 民族の祖として崇められ、複数の国々に分かれていた、ラテン人にとって、同族意識の要であった。そのラテン人による国家である古代ローマでも、ラティヌス信仰は引き継がれたが、後に、ギリシア神話とローマ神話が結合されると、次第に、ラテン民族を擬人化した概念へと置き換えられていった。ローマ建国神話では、賢明な、 ラテン人の王として登場し、アエネイスと自らの娘、ラウィーニアを婚姻させ、ローマ・ラテントロイアの三者を結びつける役割を担い、ローマの建国者、ロームルス王と王帝、レムスの祖とされた。ラティーヌスを信仰する文化が定着した経緯は解明されていないが、紀元前千年頃に西イタリック人の一派であったラテン人が、 アルバロンガを中心としたラティウムに定住すると、彼らから民族の祖として崇拝されるようになった。一方、紀元前7世紀頃に成立したギリシア神話の伝承であるヘイシオドスの新闘記において、その存在が言及されている。ヘイシオドスによれば、魔女、キルケイの取りされた英雄をデュスセウスが設けた、子供の一人に、ラティーノスという名の子がおり、アグリオスと、 テイレゴノスとは、兄弟となる。ローマ神話及び、建国神話では、ラテン人の賢明な王として登場し、アマータという人間の女性を埋めとって、王女、ラウィーニアを設けている。彼は、一人娘のラウィーニアを、ルトゥリー人のオートルヌスへ嫁がせたが、婚姻の前に、ギリシア神話に登場するトロイアの貴族アエネアスが、長男アスカニウスと共に、 カルタゴの女王ディードの元から逃れてくる。ラティーヌスは、アエネアースとトロイア人の獣子たちを進化とし、勇敢さから、ラティーヌスの信頼を得たアエネアースは、王女、ラウィーニアを妻に迎えた。巨婚を奪われたトゥルヌスは当然ながら起こり、トロイア戦争で、ギリシア人に味方した女神、ユーノーのカゴやアマータの協力を得て、力ことごとくで花嫁を奪い返しサントラティウムへ、攻め入った。 ラティーヌスは、アエネアースと共に戦い戦場で命を落とすが、ルトゥリジンもまた敗れ去り、トゥルヌスは倒れた。戦いの後、ラウィーニアは、アエネアースの次男、シルウイウスを生んだ。シルウイウスは、イボアに、アスカニウスの助けを得て、アルバロンダの王となり、シルウイウスの子孫が代々アルバ王を継承していった。その末裔であるロームルスとレムスがローマを建設し、 古代ローマの文明が始まったとされている。ありがとうございます。